下は小学生がレースを引っ張ります。でレースの途中まで小学生が引っ張って、でそのどこで抜けるかはお楽しみという。本人は知ってんの？本人は知ってる。本人は知ってる。本人は知ってる。小学生が抜けてもここまでやめるってやめた瞬間からレースがスタート。前は出ちゃいけない。前は出ちゃいけない。それは失格です。失格。あとはね、その小学生がダッシュしたからいったら離れてしまっても。離れすぎてもダメなんです。失格にします。切る。それはレイリード選手です。ミドルディスタンスサーキットの2戦目ということで、予選会の方今度の福島県郡山市の方で行わさせていただきます。今大会ですが、中距離の魅力をもっと自分たちから発信しようということで、この大会の方を開かせていただきました。選手の皆さん、学生の皆さんが会うかと思うんですが、インカレ終わりで疲れてたと思うんですが、福島県内の皆さんですとエリート選手の走りを見る機会がほぼないので、ぜひ今日皆さんの走り存分に発揮していただければと思います。このレースですね、よろしくお願いします。桜子 RC の小野田美咲です。すごい選手たちと走れるので頑張って走りたいと思います。今日は調子いい？はい、いけそう？はい、緊張する？緊張します。私もびっくりしました。さあ、純粋に走れば日本記録2分0秒切るか切らないかという議論になります。しかし桜子 RC の小野田美咲さんを抜いてはいけません。どうレースを作るかですね。そうです。田中さんもちろん中距離を日本記録レースをオリンピック圧倒的実力を持っているんですが、このレースは 400m のスプリント力、それ以降の距離のスプリント。青山、お願いします。今号砲が鳴りました。これは想像以上にハイペースのレースになっていますね。しっかりと走っていきます、小野田美咲が。選手もスローを想定していましたが、思わずびっくりして最初は置いてかれないときました。あなたのぞみさんが2番手で追走していく。その後ろからですが、エコー2つ。さらに3番手追走ですが、これが細いエコー。3、4コーナーの中間地点に入っています。しっかりと小野田美咲が引っ張っていく形となりました。これは小野田選手がかなりガチンコで引っ張っています。ここで逆算ペースを動きます。しかしながら 200m ですが31秒から2秒いいペースで引っ張っています。田中のぞみから一人挟む形で大夢が見ています。そして
7秒で郡山で参加してみようと思ったりは何かあるんでしょうか。そうですね、やっぱりこういう福島県とかも、まあ、来る機会とかな、ないので、まあ、今回、まあ、参加してみて初めての地で、またなんか東日本大震災のこともあるので、まあ、そういう被災地の方にも元気を与えたいなという気持ちがありました。実際走ってみて、小学生のペースランナーというのは引っ張ってもらえていかがでしたか。そうですね、最初の200が本当に速くて、この足がすごく良かったです。各選手100万円を獲得したらという質問の答えがありますけれども、田中さんはどうするでしょうか。そうですね、賞金のことはあまり考えてないので、獲得できたらその時に考えたいと思います。わかりました。本番はまたいいレースを期待したいと思います。ありがとうございました。小学生に引っ張ってもらいましたけれども、なんか前の2組が最初すごい遅かったので、 その予想でいったらめっちゃ速くてびっくりしました。実際にペースランナーが消えてからヨードンという形になりましたけれども、そこからのレースプランというのはどうだったんでしょうか。もともとは結構最後ギリギリまでついて最後抜かすっていうイメージをしてたんですけど、用意のになった瞬間に田中さんがもういなかったのでびっくりしました。ただまあ、まあ、本戦の本番もビリビリチャンスがあります。そのあたりはどうお考えですか。そうですね、私は800を専門種目でやってるので1000というのがあんまり走ったことないんですけど、でもだからこそ挑戦者としてガンガン攻めていきたいなと思います。100万円を獲得したら何に使いたいですか。美容院のトリートメントを1ランク、2ランクぐらい上げます。サラサラ目指して頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。走ってみてどうでしたか。オリンピックで活躍した田中希実さんとか、他にもいろいろ速い選手とかもいたので、とてもいい機会だったし楽しかったです。はい、陸上は好きですか。好きです。練習とかはきつくても大会で優勝したりするたりしたり、自己ベストが出たりすると楽しいなって思う時があります。はい、これからも続けたいですか。はい、続けたいです。どのくらいやってるんですか。1年生から今の6年、小学6年生までだから6年間やってます。ありがとうございます。好きな選手はいますか。谷
田中希実選手です。今日走った。じゃあ今日本当走れてよかったですね、一緒に。すぐ一緒だったからとっても緊張したけど楽しかった。これからの目標はありますか？これからの目標は、いろいろな競技で、種目で自己ベストとか速いタイムで走ることが目標です。はい、今日はありがとうございました。